はい、というわけで、ボスのとこまで来ました。なんか氷と風を使ってくるみたいで結構強いらしいんで、とりあえずなんか氷と風が効かない弱点じゃないやつで、あとはなんだ、仲間が、あ、こんな感じですね。こんな感じになりましたよと。氷弱点、うぐー、風が弱点。カンジ君ね、まあ、雷が弱点がもういいや、うん、いけ、大丈夫だろ、うん。で、あれ、なんかあれをつけよう。風伏せを、うん。で、カンジ君にもこれをつけて。そっか、ここは陽介くんがいいんだな、本当は。うん。で、ユキコは基本ガードさせます。うん。うん。これでいいかな？なんか、よし、行こう。あ、ちょっと待て。ユキコの SP が結構ないんで、これ1個使おうか。よし、行きましょう。こいつか。やべえかな、でも。弱点使えて危なそうだったら。やだ、しぶとい。うぐ。しぶとい。ベルトラー！これや。敵がダウン。うりゃ。どうかな今回は。ユキコだけちょっと、これで。よし。クソ、ジオか、マハジオ。敵がダウン。こいつが攻撃してきた時は怖いね。どんな感じになるんだろう。お、いいね。よし、出だし好調ですね。お、ユキコ、いける？任せて。いいね。うわ、あれ威力上がったんだよね。なんでだろう、レベルが上がったからか。これジリジリ行こう。っていうかやっぱ俺はあれかな、チケットにしたらまずいかな。変えるか、うん、キングフロストで、うん、どうする。キングフロスト、おお、こいつダウンしやすい、もしかして。いいね、機能したぜ。倒せないか。ガード。いくぜ、エルトラー。今回いけそうか。ちょっと、前回はね、あれに勝てなかったんで、すげえ強かったからね。本当はユキコのところにあれか、陽介くんがいるとやりやすいのかな。あれ、う、いかん。やばいクマ。患者がピーチ。誰か早く回復を。出ますよ。ふう。来て。これはユキコリアラマ覚えたんで。ちょっとユキコに回復させてもらいます。いや、むしろ俺もディアラマ持ってんだよな。ああ、でもあれか。サラスバティ風弱点じゃなかったっけ？はい、ユキコに攻撃しないでくれ。行くぜ。
ぶてえ。おりゃ。うっ、ちえちゃんピンチ減りすぎだろ。なんだ今の減り。まだしぶとい。我は何時、ゆきこはもうあれだな、行っちまったらあれやるしかねえな。アイテムで復活させるか。今の目が鳴るぜ。まとめてぶっ飛ばしてやろう。うごめん、やべえ、終わった。これか、これすげえな、おい。やっぱ弱点つけてたら終わるな。ガードの方がいいのかな、ユキコ。やっぱこれはもうだいぶ持ってっかんな。うやめて、負のループ。早く手当てするかな。はい、こいつ強え。誰かこいつをお願い。威力がやばい。敵がダウン。今俺の出番だ。一個やられて、今やっぱガードさせるべきだな。負のループの予感、負のループやめて。こいつお願い。いやでもダメだ。うっ、強え。いくよ、止まれ。よし、完璧しろー。やばいな、もう超減ってるな。しぶてー。ごめんユキコ、ちょっと回復してくれ。俺が死んだら終わる。何時、はい、いやー俺がでもな、これ変えるわけにはいかねえかんな。ちょっとあれを使おう、お得用です。さあ先生、お見事くら。ペルソナ、今回はいけそうだな。敵がダウン。まあ、まあ、白い反射じゃダメだな。はぁ、ぜぇ、ペルソナ。なんでそこでジオじゃないんだ。危ねえ、怖いな、ガードで。俺、ジオ打ってもいいんだけど、いや、これでダウン狙ってみっか。無理か。うっ、威力高え。いった、どうだこれ。いや、次か、まだいかんか。うお、勝って。はい、当てにかぶち。どうすか今度こそ。どうすか。うわ、まだか、硬すぎだろこいつ。ガード、ワンチャン終わってくれこれで。うわ、勝て。ハンジ君復活。いいか。我の何時、はい。うわ、こいつしぶとすぎる、マジで。やめて。強かった。ソワリクマ。よかったよかった。いや結構この経験値でかいんだよね。これも負けてらんです。おお。
34に、あ、ローグローか、火炎ブースター、どうしよっかな、ローグローいっか、もうマハラギオン覚えんのかこいつ。さて、鉄板、ワクワク、うほっつえ、いいですね。さてと、じゃあ戻りますか。よし、であれだな、うい、一回戻って、で今一番高いのがちえちゃんになるのか。うわ、もう34になるじゃねえか。で陽介くんとちえちゃん交代にして、あーでもあれだな、一回パーティーを変えて、まあ、この商店街はもう意味ないですけどね。陽介くんとちえちゃんを交代と。 OK で戻るって押すと、あれっすね、この狐に回復してもらうときに安上がりになります。まあそりゃそうなんだけど、おいくらですか。うん、いいか、うん。でどうしよっかな、結構ペルソナが満タンで今こんな感じですね。なんか作ろっか。よし、あれ、はてさて、お一人で、これはいいぜ。あら、美人のお姉さんとお二人に。これは失礼しました。お二人って何かご用でしょうか。すいません。と言っても今ちょうど主が席を外しておりまして。むむ、急ぎでなければまた時を改めてお越しくださると。ぶへへ、いえ違いますね。うん、ここはお客様の定めと不可分の部屋。この部屋で全く無意味なことは起こらない。この出会いにも何か意味があるのでしょう。うん。ようこそベルベットルームへ。私はマーガレット。笑顔が素敵です。前任が突然不在になったのを受けて招かれた力を司る者よ。はあ、善人ってのはやっぱあの人のことなのかな。主以外の出迎えを受けた人なんてもしかしたら初めてじゃないかしら。おお。ベルベットルームは招かれる客人の心と不可分、景色も住人の姿もその時々の客人の数や定めに応じて主に選ばれ変わりゆく。ああ。少し話しましょう。そうするべきという気がするのよ。うん、おお、来ましたよ、女帝かな確か。うん、女帝っていうね、3だとミツル様が女帝だからな、しっくりきすぎて本当に。うん、いやービータでもうあれですね、3のねリメイク出してほしいんだよね。映画がやってるし、うん、ちょっとその効果で出してくんねえかな。 PSP でもまあいいんだけど、うん、なんかね、うん、なんかビータで出してほしい、せっかく買ったからね。うん、なんとなくちょっと知ったかしてみましょう。
うん、うわぁ、うん、運命ですわ。おお、スクッカジャを持っている一本だったら、なるほど、これはね攻略見ないとなかなか作れないですね。それじゃ、うん、ご機嫌。前やった時もだってね攻略見てやっとって感じだった。今回でも継承できるからね、前はねスキルランダムだったからね。うわやべ、またやっちゃったよ。そうだよね、回復してから渡せばいいっていう。オッケー、まあ俺はねあのサラスバティがいるんで、もう一回セット。どうしよう、とりあえずペルソナを所定の込みができましたと。あれまたいない。あ、ノエルポエム来た。これこれはちょっと静かにします。飛べ、どこへ行くのかってつまんないこと聞かないで。地図なんかいらない。コンパスはとっくに捨てた。私のパトスが道を示すわ。私は一人で歩いてく。寂しくないかって？冗談。影だって邪魔なのに。自由。それがルール。できるものなら縛ってみたら？あんたの前で華麗に死んでみせる。私の翼は誰にも折れない。かっけー、ノエルポエムいただきました。この子は何なの。ほほもうここまで来たらね、もう嫁にもらうしかないんじゃないですか。かわいいんだよこれ。くそー、かわいいんだよ。なんかもう語彙力足んなくて申し訳ないんですけど、可愛いですこいつ。こう、くそ。いつもなんか落としていくね。可愛いな。これやってもらえますか。うん。スマハムド拾いました。今どんなんあるんだ。うん、これがあれか、高い方のやつか。マハガルとかね、ちょっとん、これなんだ、マフか。あー、いいっすね。まだあんま俺は使ってないけど、うん、はいはい、うん。テレビの中でピンチになった時、これってもしかしてあれ、オン対応っていうやつですか。はあ、ほらー、いやいいんだよ、俺はここの道を行くんだよ。ぼっちですけん。うん、サラスバティ、ティターニア、科学、これはあれだな、もう全部、うん、全部登録で。住人の様子、マリー、あれ、あ、そうそうそう、せやったわ。スクカジャを持って一本だったら、うん、後で調べて一気に作っちゃいましょう。確かね、
それでもう一気に作れば、マーガレットさんはもうなんか速攻でランクが4とか5ぐらいまでいったはずなんで、予報特になし、特になしと、うん、何作れっかな。オセか、ティターニア消すのはちょっと、キングフロスト、ジャックランタン作りたいな。32だからちょうどいい感じか。カハカあんま消したくないんだけどな。でもまあアギ系で被っちゃうからな。ちょっと切ないですけど、カハクにバイバイをします。マハラギがねえ。あーそっか、マハラギないのか。マハラギないとちょっときついよな。ガンガーか、ハイピクシーベリス、まあ、使ってないやつらあたりでちょっと作りたいです。こいつはブフ系か。あーっていうかあれか、こういう時のためのあれなんだな。てかちょっと待って、マハラギあったっけ。クッときのカード、クッときのためのスキルカード、マハラギ、マハラギあった、1万円か。なるほど、こういう時に使えと。うん、だいぶあれだね、いいゲームになりました。いいゲーム、いや前からいいゲームだけど、融通が効くようになったっていうか。うん、どうしよっか、ローグロ。こっちはな、こっちはいいんだよ。うん、どうしよっかな。あとノテンか、どっち、こっちかな個人的には。火炎ガードキル、うん、これだな。いいね。レベル5だから結構上がるんじゃないか。2個ぐらい上がるかな。ジャックランタン、ジャックシリーズ結構好きだね。ほひひ、おお、いいね。あ、マハラギン覚えんじゃねえか。もう一個いけ、いかんか。マハラギアン覚えんだったらいい、いや、あーでもなー、マハラギアン覚えんだったらいっか。オセ、オセはかっこいいな。ガンガーがブフ系なんだよね。今のブフ系なんだっけ、キングフロストか。これで作りますか、じゃあ。うん、ブフーラ、特待生、ローグロとカウンタとガードキル、あとどうしよっか。キルラッシュ、電光石火、まあこの中だとこれかな。いきましょう、マハブフあたりをガンガー。いいね、これ予測できんのいいね。合体予報、予報つか予測か、うん、超いいな。混乱成功率アップ、混乱技がそもそもないっていう、ないよね。メディラマ、ほー、
っていうか、鳳凰、そろそろ鳳凰もね、あれなんだよね、何気に。ジオ系。こいつ何気にジオ系。カイチ。カイチ消すか、そろそろ。カイピクシー。マタドール。こいつジオ系？アレスができる。この辺かな、まあいらねえのは。サラスバティはダメだよ。サラスバティ超役に立ってるもん。どうしよっかな。なんかあるかな。パールバティか。パールバティちょっと足りねえな。チオ系か。ハイピクシーがな。ハイピクシーちょっとじゃあ育ててみっか。ジオンが覚えさせて。カイチはそろそろじゃあ。あ、シーサー。あー、ダメか。インケバス。こいつね。カイチ一回消して、じゃあマタドールにしましょう。マハムド、ムドと、どうしよっか。電撃ブースター。まあ、電光石火と言っても、暴れまくりが好きです。あとはどうしよっか。これっていいかな？ないんですわ。まあいいんじゃねえか。無毒系要因が増えたし。ぼっちぼっち、スペース作っとかないとね、あとで。ハイピクシー、まあとりあえずジオ買っとくか。じゃあちょっとスキルカード初めて買うんですけども、ジオをちょっと買ってみます。よし、こんなとこっすかね。っていうか持ってたー、バカー、俺のバカー、5000円使っちったハイピクシー。結構無差別に覚えさせられる。属性とか関係ないんだな。持ってたっていう、気をつけないと今度から。結構いろいろあるというわけで、一旦セーブしまして一旦切ります。